バイキングジョーです。はい、ということで今回は新幹線変形ロボシンカリオン Z プラレール Z 合体からこちら、ダークシンカリオンアブソリュートのラベルの貼り方を紹介していきたいと思います。はい、ということで改めまして今回はこちらダークシンカリオンアブソリュートのラベルの貼り方を紹介していきたいと思います。でね、ラベルの方がご覧の通りめちゃくちゃ多いんですよ全24種類、同じね、形のものもあるので枚数的には、27枚っていうことでかなり多いんです。さらにモード別にね、ラベルを貼らなくちゃいけないんですよ。っていうことで、3本に分けます。はい、今回は、シンカリオンモード、シンカリオンモードのラベル貼り付けていきたいと思います。3本に分けるのっていうね、声もあるかと思いますが、モードごとにね、動画があった方が分かりやすいのかなっていったところもあったので分けるんです。はいもちろんね、3本3モード動画の方公開したらまた改めてね、1本にまとめたラベルの貼り方編の動画も出そうかななんて思ってるので、用途に合わせてね、使いやすさに合わせて動画の方を見ていただければと思います。そんな感じで、シンカリオンモードラベルの方を貼り付けていきましょう。ダークシンカリオンアブソリュートシンカリオンモードラベルの貼り方。はい、それじゃあね、ラベルの方を貼り付けていきましょう。で、シンカリオンモードの貼り付け方、ラベルの貼り付け方っていうくらいだからシンカリオンモードでしか、貼れない箇所になります。はい、なので動画を見ながら一緒にラベルを貼り付けている、視聴者さんはここでね、動画を一時停止してシンカリオンモードの状態にしてからね、改めて動画の方を再生していただけるとベストかと思います。で、今現在何番のラベルを貼り付けているのかこの辺にね、表示させておくので、取扱説明書またはパッケージとね、照らし合わせながら動画の方を見てくださいね。はい、そんな感じで早速始めていきましょう。まずはこちら1番のラベル、貼り付け箇所の方はこれは従来通りだね、まあ、他のシンカリオン Z もそうだったんだけど胸の下のこの部分っていうことで、貼りやすい体勢作り、まあ、取り外せるものはね、取り外していきます。あとでね、腕の部分にも、貼り付けるラベルがあったりするので武器パーツもね、この段階で取り外しておきましょう。はい、っていうことで1番のラベル、胸の下のここがね、一番難関かもしれない、ここにこんな感じに貼り付けていきます。まあ、今回ね、端の方から貼りましたが、センターを決めてからね、貼った方が、綺麗に貼れるかなとジョーは思いますじゃあそうしろよって話なんだけどね。はい、でこんな感じでございます。この胸の下の部分がね、うまく貼れれば、あとはね、そんなに難しいことはないんだけど、枚数の方もそれなりそこそこあるので、頑張っていきましょう。はい、それでは2番のラベル。貼り付け箇所の方が下半身のこの部分。名称的にはウエストパネルだね。ウエストパネルのところに、こんな感じに貼り付けます。で、上はね、ピンセットで押しちゃってますが、ピンセットじゃなくて綿棒とかね、先の柔らかいもので、しっかりと、押し付けてあげるとベストかなと思います。傷がついちゃうからね。で、あとはこの部分だね、ここちょっと盛り上がった感じになってるので、この内側のラインに合わせて、ラベルの方貼り付けてあげると綺麗に貼れると思います。はい、って感じで、続いてはこちら3番のラベル、貼り付け箇所はさっきの、反対側だね。うん、ここにね、縁の内側のラインに合わせてこのように貼り付けます。はい、これでね、ウエストパネルのラベル貼りの方は完了でございます。さあ、どんどん行きましょう。続いては4番のラベル、貼り付け箇所の方が同じく下半身の今度はこの内ももの部分だね。内もも、内ふくらはぎの部分だねうん。で、これもね、取り外せるので、まあ、取り外した方がね、断然貼りやすいと思うので、取り外した状態で枠があるから貼りやすいね。こんな感じに貼り付けていきます。よし、はい、こんな感じで、あとはまた同じくだね、今度は反対側、反対側の同じ部分に5番のラベル、こっち側もね、貼りやすいので取り外して、で同じように、枠の中に、枠に合わせて、このように貼り付けますでね、次が注意が必要です。番号の方がね、12345と来ましたが、ここでね、飛びます12番のラベル、6じゃないんだよねここがね、まあ、若干ややこしいところかなと思いますが、まあね、注意さえすれば問題ない箇所かなって言ったところで、貼り付け箇所、貼り付け箇所が足のね、この部分だね、ここ、まあ、これもね、ラインがあるので、まあ、そこに合わせるような形で、絵柄を合わせるような形でこんな感じに貼り付けますってなると、おおよそね、予想はできると思いますが、また反対側だね、13番のラベル、13番のラベルを、ね、このラインに合わせて
絵柄に合わせてこんな感じに貼り付けます。よし、これでね、12番13番のラベル貼りも遠い、下半身部分にね、貼り付けるラベルの方も完了でございます。で、ラベルがね、貼り付けが完了した箇所から元通りにしてあげるとよりね、完成感が高まるといいますかね、ワクワクが出てくると思うので、都度元に戻してあげた方がね、楽しくラベルの方貼れるのかなといったところで、まあ、残りあとわずかといったところでしょうか。またまた番号の方が飛んで、番号の16番のラベルを腕の部分だね、腕のこの部分、まあ、ここも若干貼りにくいかなっていった感じなんで、まあ、ピンセットがあればね、ほんとピンセットを使った方がいいと思うんだけど、ね、中のね、ラインに合わせてこんな感じに貼り付けます。ここも最後綿棒で押した方がいいかな。はい、こんな感じでございます。で、またね、もうこれも想像できると思いますが、反対側も同じように、貼り付けていきます。17番のラベル、で、17番のラベルも枠にね、合わせてこんな感じに貼り付けたら、よし、オッケー。これで、腕にね、貼り付けるラベルの方も完了です。完了なので、ボディ部分に、腕も元にね、戻すような形で取り付けていきましょう。でね、これで完了じゃないんですよ。忘れちゃいけないのが、こちら20番のラベル。で、どこに貼り付けるのかと言いますと、ボディ裏面、ね、首のあたりだね。この部分に20番のラベルを、これラストです。ラスト、20番のラベルを貼り付けたら、上半身、下半身部分を合体。さらに、アブソリュートシールド、アブソリュートソードを装備させたら、ダークシンカリオンアブソリュート、シンカリオンモードのラベル貼りは完了。はい、っていうことでいかがでしたでしょうか。一緒に貼り付けていたね、皆さんはお疲れ様でしたね。なかなか大変でしょ、地味に大変なんだよね。だからまあ3回に分けるんだけど、こんだけ貼ってもね、ラベルの方まだこんだけ残ってます。っていうことで、次回はこちらアブソリュートユニコーンのラベルの貼り方を紹介していきます。一緒に貼っていきましょうね。なかなかこれも難しそうなんだよね。そんな感じでね、一緒に、ね、貼り付けている方、ほんとね、一緒に頑張りましょう。っていうことで、動画の方はね、多分すぐに公開できると思います。この動画が公開された翌日にはね、もう多分全然公開できると思うので、ナイトモードもいけるかな。まあそんな感じでね、続々とダークシンカリオンアブソリュートの動画、まあ、レビューも含めてね、変形版新再現も含めていろいろと動画の方出していこうと思っているので、そちらの方もね、楽しみに待っていただければと思います。はい、そんな感じで、バイキンの城のチャンネルでは、もうシンカリオンの動画めちゃくちゃたくさんあります。無印シンカリオンからシンカリオン Z まで、グッズからおもちゃなど幅広く、たくさんのね、動画を公開しているので、よかったらチャンネル登録をして、他の動画もチェックしていただければと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。